時に、この世には、人類の考え及びもつかないような未知が、まだまだそこら中に転がっている。例えば、深海。例えば、宇宙。例えば、100ワニが売れた理由。いや、最後のは別に謎でもなかったが、どの層が買っているのかというクエスチョンマークは、依然として頭上15センチ上を浮遊したままである。とかく、私が言いたいのは、この世は、摩訶不思議に溢れていて、それは遊戯王もまた、例外ではないということなのだ。例えば、そう、ゾーンイーターがすられた理由とかな。通称、5ターン後に死ぬ遊戯王。今回は、こちらのモンスターについて、触れていきたい。ゾーンイーター。このカードが登場したのは、今からおよそ20年前、遊戯王黎明期に存在したオーパーツ。カード出すの、ブースター4にて収録され、以降、再録はされていない。ある意味、凄まじく希少価値の高いカードである。ちなみに、このブースター4、他の収録カードには、後に禁止カードに指定される最強ドロー、天使の施しや、当時のレベル4最高打点を誇った、ジュミナイエルフなどがおり、界隈に与えた影響は、それなりに大きかった。だが、いや、それゆえにというべきか。遊戯王黎明期の、闇。歴史に名を残すほど強力なカードがある一方で、とんでもなくつつましやかな効果を押し付けられたカードもあり、そんな玉石混合の石を担っていたモンスターこそが、この、ゾーンイーターであった。その効果。ゾーンイーターの攻撃を受けたモンスターは、5ターン後に破壊される。悠長。凄まじく、悠長。5ターン後って、現代遊戯王なら、1試合どころか、2試合終わってるんですが、それは、ホトトギスも自ら歌い始めるレベル。ほんで、やれることはといえば、ただのモンスター破壊だというのだから、お笑いである。相手プレイヤーの腹筋も一緒に、破壊しようという魂胆なら、見事と言えるのかもしれないが、そんな新戦術も、破壊耐性が標準装備になりつつある現代遊戯王においては、有効性を示せるのか、疑わしいところだ。そして何より、このゾーンイーター。自ら攻撃しなければ効果を、発動することができないという。これもう、そういうバグなんじゃねえか。だって、こいつ、攻撃力250ですよ。気合入りすぎだろ。こんなんで相手モンスターに突撃かましたら、こっちもただじゃ済まないどころか、下手をすれば、その場で即死すらあり得る。5ターン後の未来など、見届けられようはずもない。八方塞がり。八方塞がりである。八方塞がりである、かのように見えた。だがしかし、どんなカードにも意味を見出すことこそが、デュエリストの本懐であり、それを実現する答えもまた、現代遊戯王の中に隠されていた。まずもって、レベル1であることから、ワンフォーワンで即座に呼び出すことができるほか、実はこのゾーンイーター、アクアドラゴンさんの融合素材であるため、融合派兵によっても特殊召喚が可能という、非常にフットワークの軽いモンスターだったりする。そして、何を置いても、効果の発動にターン制限がないという、化石カードの特権を、利用しないわけにはいかないだろう。要するに、ゾーンイーターで相手モンスターに複数回攻撃を加えることができれば、その攻撃回数分、相手モンスターを、5ターン後に破壊するという、それサンダーボルトでよくね。と言ってはいけない、恐るべき力を発揮することができるのだ。それサンダーボルトでよくね。なお、この恐るべき効果を成立させるためには、自爆の反射ダメージにも頼る潤沢なライフポイント、ゾーンイーターを破壊から守らんとする鉄の、意志、これらに基づいた上で、全体攻撃を付与しなければならないという、凄まじく険しい道が待ち受けている。未知なる道とは、常に、そういった苦悩に満ちている。ゾーンイーター。それでも俺は、明日が欲しい。ご視聴ありがとうございました。